この景色は見覚えあるんだけどな。はい、おはようございます。今日は箱根エリアの ND 聖地巡りに来ました。まず行くのは長尾峠、スープラと MRS と戦ったところですね。関東圏の方にとって、箱根エリアって裏庭みたいなもんですよね。東海済みの私、箱根経験ほぼゼロなのでウキウキ。そしてさ、むっちゃくちゃ速い自転車がいます。トップギアで、ニスモの Z あたりと競争してたんじゃないかってレベルの、45キロくらい普通に出てるぞ。しかもこの上りで、ダンプの右折に合わせて消えていきました。鉄人サイクリストですね。でまあ、御殿場インターで降りればすぐですよ。いつもは深夜か雨か、はたまたその両方なのですが、今日は晴れだし日中ですよ。珍しいですね。あのハイエースが出てきたところで右折です。右側に駐車場があるんですが、混んでたので寄りませんでした。多分、ピットがあるところだと思います。現実から逃げられたら大したもんだ。見せてもらおうか、自慢のスプリントを。ちょい待って、左の看板のところがスタート地点だから。そして私、編集中左側にも駐車場があったことに気づく。よっとけよかった。さて、5本。俺に先行しろってことか、あんた俺についてこられるかい。ふん、ほざいてろ。というわけでヒルクライム始まっていくのですが、正直ピンときませんでした。もっと直線が長くて、2車線の中速コーナーとかあると思ったんだけど、現実としては、微妙に狭い低速区間が主体で、たまに広くなるけど、高速で抜けるって感じじゃない。イニシャル D のアニメあるある、自撮り加工女が小顔になる感覚で、峠の急斜面が平坦路として描かれる。そしてこの左の階段、例の二人が見てたところです。皆川目、後ろを選んだか、ここら辺は2車線分あるけど、アニメのヒルクライムの描写とは、全然イメージに合わないんだよな。でも、4倍速で眺めていると、雰囲気くらいは味わえるかも。そもそもここのバトルって地味だからな。どちらもただ後続がちぎられて終わるし。ダウンヒルの方は特徴的な連続コーナーや、ガードレールをインにぶつけたところとかあるけど、ヒルクライムの方はねえ、ここを訪れるつもりなら、ダウンヒルの方がまだおすすめできるかな。要するにヒルクライムでは、道自体に聖地要素はあまりないってことだ。そんな具合で地味な景色の山登りですよ。詳しく見たいなら、他の人の動画を探すか、自分で車買っていきましょう。この日に遭遇した車の中で一番速かったのは、地元のシエンタだったんだぜ。そういうことだろ。しばらく走ると道の状況が変化。2車線になって、低速の右へ左へが続きます。ダウンヒルの時、凌介がリズムが変わるって言ってましたよね。リズミカルな切り返しから、少し溜めるリズムに変わっていく。ヒルクライムなので逆ですが、明らかに変わりましたね。まあ対向車を気にしながら初見の道を走ってる時点で、リズムもクソもないんだけど。ちなみにアニメの方だと、もうクレイジーオンエモーションが流れてると思うぜ。もっと、死に物狂いで逃げてみろ。逃げてくれ。出ないとこの勝負、俺の、負けだ。その場面、結構長い直線だったイメージなんですが、そんなストレートないんですよね。まさか、ここ?いやーまさかな。でもろくな直線はなかったし、ここを過ぎたらコースは終わっちゃうんですよ。というわけで長尾峠、実際に走ってみたら拍子抜けだったけど、倍速で見返したらそこそこ盛り上がるって感じでした。日本の峠はイレギュラーが多いからな。この手の道に法定速度なんてもともとないから、対向車もしかもなくて、道を熟知してればってところか。上りはぶっちゃけ馬力勝負、プリウスじゃエンジン耐久試験だよ。もうちょっと止まっていってもよかったね。まあここからは有料道路を用いず、椿ラインの方に向かっていきます。個人的にはこっち側の道の方が良かったんだけど、イニシャル D での活躍がなかったのが惜しい。トンネルを出た直後の直角カーブ、運転好きには理想の遠回り。右側にたまに覗く足の子が最高だよ。初心者向けな要素は皆無だけどね。そして今回の箱根巡礼編ですが、一回でまとめずに、峠ごとに区切ろうと思います。どうしようかな、椿ラインまでひたすら箱根のくねくね道なんだけど、途中で芦ノ湖沿いの MF ゴーストコースを通るんだよね。せっかく動画も撮ってきたんだし、箱根ドライブとしゃれ込みましょうか。道が狭すぎるのと、その割に交通量がかなり多いことに文句を言いたくなるけど、それも日本らしくていいと言えばいい。まあ道路の狭さは箱根の特徴だよな。横幅がでかかったらすれ違いで難儀して終わりだろ。楽しみもないし軽に追い立てられる。私もそこそこのペースで走ってたんですが、ただひたすらに狭いカーブが続くと、横幅 1.4 メートル台の軽が追いついてくる。物理的なサイズの小ささと軽さに勝るものはないですね。上りの加速力で乗り物を評価するのは浅すぎる。それにしても通勤時間帯と被ってるはずなのに、対向車の1台も来ないですね。まあ目的地になるような場所なんて言ってたら来たわ。まあ楽勝だぜ。特に軽に乗り慣れてる人が相手なら、基本的にすれ違いの苦労はない。抜けちゃいましたね。箱根の景色なんて、関東圏の人は雪慣れてるし、箱根に興味があるような人なら他の人の動画で見慣れてるだろうし、倍速安定ビーンプリウスミサイル。あとね、箱根の怖いところは、こんな山奥のくせに、施設が異常に多いんですよ。つまり横断歩道も歩行者もあるということ、そして車がビュンビュン通る。
しかも狭い道である割にみんな結構速い。これは初心者お断りだな。道路インフラ自体はゴミクソなのに、自然の美しさと観光施設の多さ、そして何よりも首都圏にほど近い立地、いろいろな要素が合わさって、日本随一の観光地となったわけだな。狭さが本当に日本らしい。そして、まあなるだろうなと思ってたけど、ゆったり走る車に詰まってしまう。道が道だから煽ったりはしていないのですが、箱根エリアは、譲っていただけることが異常に多い印象でした。何せ道がハードだからな。ブレーキパッドやタイヤと、車幅感覚の熟練と、運転への慣れがないと箱根は地獄だろう。あっても道中に余裕はない。ここで 1000cc のバイクとか来てたら、私も秒で譲ってたでしょうね。さてここら辺から、MF ゴーストの芦ノ湖 GT のコースになっていきます。この U 字カーブ、漫画でもオーバーテイクがありましたね。確か、ミッドシップのトラクションがどうのこうので、同じように仕掛けたオーバーテイクの成比が分かれてたよな。GR86 イーナー、M2 クーペと悩んでるんですよね。3リッターターボのトルクが欲しい。ジュリアクアドリフォリオは、車重が今のプリウスと同じなのでやめました。カーセンサーで安い初代86を買っていじるか、M2 クーペを400万ちょいで買うかの2択だな。コンペティションは私には硬すぎると思うし、ちょっと高いので見送りかな。それにしても箱根の山道はきついですね。後ろの軽自動車が、名古屋と比べるとジムカーナでもやってるのかよってレベルで速い。ダウンヒルの急カーブが数個続くと基本的に後続は離れていくのですが、特に上りで、逆に追いつかれるような展開に。上りは加速がもたつくし、急カーブですれ違いに難儀してるうちにガンガンに追いつかれるんだろう。これからひどい下りになりそうなら、道を譲ってたでしょうな。車重が900キロくらいの、高さを求めてない系軽自動車、速いんだろな。衝突安全性、不安ならロールケージ入れる、走行性能全般、車高調と合成アップパーツで補強、加速性能、軽量化とターボ、ブーストアップあたりで対応。熟練すれば、こういう道ならポルシェにも負けないだろ。ミラーに映る姿から相手の戦闘力を見切って、すぐに譲る方がまだ、みっともなく先行するよりいい。そして右折していくんですが、ここから先の勾配がマジクソきついですね。こういうところこそ軽自動車でしょ。スーパーカー持ち込んだって速く走れないから。今前の車が、思いっきり右にはみ出しながら進入してたろ。この手の U 字カーブをスムーズに走るコツの一つは、ちゃんとアウト側まで寄ってから進入することかもな。あと、スピードが落としきれていなかったり、ステアの切り方が悪いと、出口で膨らみがちになる。今のキャラバンとのすれ違いもほんと余裕なかった。箱根厳しすぎやろ。スイスイ走れるだけでプロ級だぞ。初心者お断りだし、横幅 1.9 メートル以上は進入禁止でいいレベル。こんな精神的には富士登山以上に消耗するようなところに、娯楽できますかね。ちょっとした競技ですよ。特徴的な鳥居、観光名所っぽいけど、私はいつも通過します。自然がいいとか言ったって、岐阜の山中に住んでれば珍しくはないからな。ここから先、MF ゴーストの初戦コースとも合流して少し南へと下っていきます。私って変わってますかね？みんなが取り上げそうなところになると、途端に動画ネタにしようという気がなくなる。この道も MF ゴースト初戦で出てきたんですよ。シビック RO86 と、アルファロータス兄弟が抜いた区間です。かの有名な箱根ターンパイプとも被るし、動画時間も8分だし、そろそろ締めるか。巡礼動画パート3、長尾峠編、パート4は、最終決戦の椿ライン、下りコースです。スタート地点は、これまたおなじみのスカイラウンジ真横。ここら辺もハードな山登りです。ドライブで来る予定の方は覚悟、燃費？知らね。EV 充電インフラの整備次第じゃ、航続距離をすり減らしたくない EV が、ダラダラ走る未来が来るかも。箱根は充電インフラの整備派よ。旅館は 200V 充電器置きまくれ。というわけでスカイラウンジまで登ってきました。パート4はいきなりバトルステージ下っていきます。交互期待。